よーし、うん、じゃあ倒爆弾も倒したので、この新しい家重さんの元でやっていくか。Go! 酒飲みだ。あ、まだいる。誰やねん。しんちゃん。誰やねん。誰だ、来たな。うん。新しい仲間か。あ、あ、この前はお世話になりまして。いやー、風どころじゃないけど。あ、分かってんの、ちゃんとね。大丈夫。あー、辛いね。葉っぱくわえてる場合ではないよね。いや、薬草、薬草くわえてんのかな。あー、そっか。まあ、この時代じゃ、うわ、すごいの来たわ。あ、そっか、絶対好きなやつだ。発酵な人好きそう。ごめん。それは普通に、肺に病気関係ないやつ。うわ、うわー、拙くないよ。どれくらい一直線で来たね。あー、乾燥した場所、はい。大丈夫、乾燥させていいの？医学に詳しくないけど、うわ、大丈夫か。まあ利用するだけ利用して病気治したらいいよ。ということで、あ、まだ陽性よ。はい。ここに来るから。ここら辺でもいい。いや、海沿い乾燥してないじゃないの。乾燥してるって言ってなかった。陸地めっちゃ一番乾燥してるのどこよ。ここら辺かな。うわ、処刑場。いいの？いいか。ここなら乾燥してるだろう。いいよ、はい。はい。よかったね、沖田くん。処刑場近いけど気にしないで。ここでさ、奥田くんが、あ、あそこに賭博団のアジトがあるぞってここで見つけてほしいな。さあ、今日は奥田くんもね、新鮮な空気吸ってもらってね、頑張ってもらって。春日の壺ね、最終的に襲ってくるから。実は賭博団のボスでしたね。ねえ、ありえるよ。お、あ、なんだ、仲間。起きた起きた。起きたじゃん。違う。あれ、異臭騒動参りました。なんだなんだ、ヘドロが。やばい神様が来てんじゃないの。あ、ほら。なんだ、誰、はいはい、誰、臭いやつ。なになに、なんだ。さあ、これは一体、後の伏線ですね。あ、移動ダメにしようとしてんのか。あ、スラム化してるわ。なんだろう。なので、そこら辺、周辺がスラム化します、今回。まずいね。誰が、何の目的で、移動潰そうとしてんのか、内側から。あ、これさ、あのね、アジト。あ、気づいた。すぐそこにあるから。気づいた、気づいた。まだ、まだ気づいてない。まだ全然気づいてない。昔の俺じゃねえぜよって心配だな。なんなら改造の6人より弱いから君ね。あー頼むよ、うん、かっちゃんもちょっと頑張っていただいて。はい、ということで、なんだ、謎ばっかり深まっていく。お、金座町、金ちゃん町。今度なんだ、ね、金ちゃん、なんだ、新選組らしよかった。お、親父、なに、うん、君が臭いの。あ、違う、あ、孫徳さん、すいませんでした。孫徳さんでしたか。あー、あ、借りてたんだ。うん。うん。あー、偉いね。もう勉強するために行っても、すごいね。向上心の塊。見習わなきゃな。あら、やめとしたのね。弱ってる。助けてあげて。あれ？泣き声がするな。何々誰？うわっ。あー、なるほどね。あ、多分、この、まあ、美少年なのね、うん。彼もまた。大丈夫。本いっぱい買ってあげてさ。つぼねさ。死ぬほどお金持ってるでしょ。うん。外向いてるけど。わあ、じゃあ一冊を読み潰すタイプ。うん、正直言ってよろしい。よっしゃだね。あれ、よっしゃよっしゃって。被害に。おっさんだろって。溢れとるがな。あ、おお、すごいじゃん。うん、門外不出のやつは中で読めばいいしね。おばさん、お姉さん、分かってないな。却下。分かってないな。親切にされたらね、どんなおばあさんでもお姉さんと呼ばなきゃ。わあ、そうそう、学んでって、そういうことも勉強だけじゃなくて、ちゃんと勉強しなさいよ。社会勉強よ、気をつけて。本当にもう本読ませてもらえないかもしれないから。怖え。こんなに振り切ってるとむしろ尊敬するけどね、うん、春日のつぼね様も。よし、来たら今日なかなか忙しかったな。で、まあ不祥事ね、プラスだから好き放題やっていいんじゃない。もう、なんか死体がんじゃないの。誰か死んだか。あ、なになに、春日のつぼねの香水が臭すぎるとかじゃないよね。あ、あーな、え、え、うん。ということで。え、いらねー、嘘でしょ、ほんとに。どういうこと。 やめてよ、いら、やめてくれよ。おいおいおい、パトロンって、パトロン横向いて使うな。確かに。あ、お金をね。うん。いらねー、ここでか。最初から、うわうわ、どうすんのこれ。あー、あ、ようやく菊之助がいないことに気づいてる。わ、まず菊之助を襲ってくんじゃない。まいったね。ペリーは女の仲間を増やしてんのか。
それは否めないけど、そろそろ心配だ、ね、女ね、唯一の成分、女成分があって、そうだよ、男の子が、まだ分かってないのか、違和感に、ペリーか、ペリー、忘れてた、君、あの唯一役立たずだった男ですね、あー、カモの人、あ、戦ってる、この剣仲悪いね、あー、その子供のようなマスクからまず役立たず引っ込んでるぜ本当に、あー、まあそっか、なんか例の漫画でもなんか敵対してたんでね、カモの人、あー、行っちゃった、あー、これ倒幕団にならないでよ、一番だったら危ない、ちょっとちょっと敵が増えてくよ、あ、帰ってきたと思ったら違う人だった、あ、やりすんだよ、役立たずだったのにまずいじゃん、これ倒幕団に入っちゃうんじゃん、でもやめてよ、人は今養生所にいるし、あ、黒ひじがダメです、そうだね、ああ、うん、大丈夫、あー、やっぱりもう、あ、先生ではありませんかって、強いんだもんね、喧嘩まずいですね、そのマントはこの人はある、この人は血を吸うの、うん、吉田さんは超ネクタイ、超ネクタイ、吉田さんなんで吸血鬼なんだろうね、血吸ってくるの、あー、参ったな、敵が敵ばっか強くなっていかないか、うん、こっち春日のつぼねだぜ、仲間になったの戦力差がどんどん開いていくわ、あー、もうね、新選組もろとも、悪のがやっぱ呼び込み方うまい、うまいね、確かに、うん、怒ってない、カモの人ずっと怒ってる、怒ってる、料亭にて言い過ぎもけど、うわ、我々が作った料亭だぞ、この野郎勝手に使いやがってジョン万次郎からもらった、ね、捕まえろ捕まえろ、さあこの鴨肉をどうぞとか言って仲間割れ起こす、ジョロいものだ、うわ、性格悪い、立地だけはいいからな、まずいな、家重さんどうする、よし、本当に行く行きましょう、だってあの家建てらんないでしょ、この人トンカチ持てる、猿山に置いときゃいいんじゃないですか、そうこうやって飼いならすから、そうそう、でその辺の料亭でご飯食べてるでしょ、そう、倒幕だ、矢印までつけてんのに、ここだよ、処刑場の人もサボってるよね、うん、見回りを、終わったわ、めっちゃスラム化したけど、片っ端から直していったが、まあまあプラスにはなってるけど、まあまあ、おついに10万両、いいね、10万両超えたよ、10万5かな、量かな、ここどっちだろうね、これね、単位知らなかったさあ、一瞬騒ぎは、うわ、来たわ、お、倒幕弾、倒幕弾が自由なやつ、うん、了解っす、あ、ガチン、なんじゃこりゃ、はあ、なんか見てこった、小次郎、小次郎ちゃん、スワローズ、そして宮本武蔵、何かぶってんのこれ、わあー、すげえ、これもなんか絵柄が綺麗な、うん、いいね、おお、おいおいおい、2人揃ってまさか、さすが僕の思い人だよ、野球選手なの、え、あー、ね、まずい、始まってしまった何かが、おほほほ、あ、そっちが、そう、小次郎武蔵が言ってんのに、逃げろ逃げろ、もう僕だって急に言ったから、薄い本が、薄い本が、あれあれ、まさか武蔵くん、本当に、あー、おめでとう、波があれ流されちゃう、あれ行っちゃった、うん、武蔵が波にさらわれました、うん、嘘でしょ逆逆、どこに落ちたい、何話してんのさっきからこの人たち、あ、もうあれが巌流島でなんかやってんの、あー行っちゃった、あ、どっかでやってんだ、はい、ほら、あー来てくれる、なんで野球選手なんだ、スワローズなの、ツバメだからか、頼もう、来た、どっこに来た、あ、頼もうって潰されんじゃないか、こっち万次郎に教えてもらってんだから、ね、あー、そうかも、超嬉しい、出てきたなって出てきたなって謝った日本語、なんだ、筑之助はもらったよって、私の背中じゃって、大丈夫かな、家重、ちょっとな、自信がないな、大丈夫、 V なんだ、話を通してくれないわ、キング頭いいからやばいと思ってんだよね、あー、なるほどね、騙さないまずいね、将軍の場所も教えちゃった、よくに計らない、逆逆邪魔したな、すげえな、自由、企んでるよ、そろそろペリー動くね、はい、ということで外線見てみましょう、はい、倒幕だ、ね、うわ、マッサージ椅子もらえるの、何が椅子だよ、しかも S ランクです、今回は、おい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 、はい、じゃあこれはサクッとやってもらうことにしまして、うん、そして今回はここまでかな、うん、そうだね、うわ、大丈夫かな、不穏な空気になってきたけど、色を守っていこうか、うん、それでは、バイバーイ、お、バイゲーは言わないんだ